巡航戦車マーク I はビッカース・アームストロング社により開発され第二次世界大戦中にイギリスが使用した巡航戦車である125両が生産され大戦初期に使用されたイギリス陸軍は1920年代当時としては機動性の高いビッカース中戦車マーク I マークツーを開発装備していたその後継として A6 と その改良型のビッカース中戦車マーク3が開発されたが、これらは世界恐慌の煽りで採用は見送られた。A9 は当初 A6 や中戦車マーク3を補佐する近接支援車両として1934年、初めに企画されたが、マーク3の採用が見送られた後、それらに代わる廉価版の中戦車として本命の後継車両となった。 近接支援車両としては3.7インチ榴弾砲の搭載が予定されていたが、1934年11月、主力戦車として最新の日本の戦車砲搭載が決定された。ただし、3.7インチ榴弾砲搭載の支援型も並行して少数が作られることとなった。A 9は、これに先立つ、中戦車マーク3に比べ軽量、安価で、 エンジンも既存の市販モデルが使用されることとなっていた。ビッカースでは当初、ロールスロイス、ファントム2エンジンを搭載するつもりであったが、開発中に車重が約10トンから12トン以上へと増加したため、ロンドンの2階建てバスに使用されていた AEC エンジンへと変更された。試作車は1936年春に完成したが、この車両は当時としては、 画期的ないくつかの特徴を持っていた。車体は地雷の爆発に対して耐性の高い船底型の底面を持ち、砲塔は同じくビッカース社が手掛けていた爆撃機用動力銃座の技術を応用し世界初の動力旋回装置を備えていた。ただしこの旋回装置は油圧式で後のイギリス戦車はより安全性の高い電動式に改められた。サスペンションは ビッカース、スローモーションタイプと呼ばれるもので、これ以前に開発者のサージョン・カーデンが手掛けた、ビッカース軽戦車系列、キャリア系列に用いられていたものの強化型であった。軽戦車系列では2輪1組であったボギーは3輪1組となり、24インチの大型天輪1つと、より小型の19.5インチの天輪2つが組みに、 なるという独特のスタイルで、このボギーが片側二組ずつ装着された。この形式は、後の発展系、バレンタイン風評戦車でも用いられた。一方で、いくつかの技術的問題も指摘された。ブレーキドラムの欠陥、サスペンションのピッチング、立体の脱落しやすさなどである。これらは生産開始までにある、程度改善されたが、いくつかは解決されずに残った。また、 主砲塔に加え、車体全部の操縦席左右には、開発者、サージョン・カーデンの立っての主張により、ウィッカース。303機銃装備の銃刀が一つずつ搭載されたが、もともと小柄な車体にそれぞれ1000人の銃手を配置したため、乗員は6名と多く居住性は悪化、また球団ベルトのために、銃刀の旋回は限定された。 こうして A 級の開発が進められていた1936年、イギリス陸軍は主力となる中戦車を軽装甲、高速の巡航戦車、重装甲、低速の不評戦車の2種に分けて開発を行うとの決定を下した。この新方針に基づき A 級は巡航戦車に分類されることになり、巡航戦車マーク I として正式採用された。ただし、 これは、あくまで A 級が単に軽装工であったためで、戦術のスローモーションサスペンションは安定性は高いものの、高速装工には不向きであり、エンジンも非力であった。したがって A 級を採用する一方で、より本格的な巡航戦車として、アメリカのクリスティー式戦車をもにした A13 が、新たに3.7インチ榴弾砲を搭載したマーク X。 華麗にて撃破された第一機構師団所属車両、1940年5月27日1937年、巡航戦車、マーク、I は125両が発注され、50両がビッカース車で、75両がハーランド・ウルフ車で生産された。少数は3.7インチ榴弾砲搭載の近接支援型、マーク、ICS として組み立てられた。巡航戦車、 マーク・アイはフランス派遣軍の第一機構士団に配備されて1940年のフランスの戦いでダンケルク撤退まで戦った。また北アフリカに派遣された第7機構士団にも配備され1941年末まで使用された。ボービントン戦車博物館の巡航戦車マーク・アイ巡航戦車マーク・アイは2両が残存している。 RUSE イギリスの抽選車として登場。ワールドオブタンクスイギリス系戦車クルーザーマーク愛として登場。ありがとうございます。